こんにちは、ジャエヌです。今日はこちらのアンクル丈のこのかかとの上に足首のところにタブをつけた履き口の編み方を紹介していきます。で、今回履き口から編んでいくんですけど、履き口を編んだこの下のフットの部分ですね、こちらは以前出した動画のこちらのプリーツタックソックス、この靴下の編み方のヒールフラップから下の部分ですねと全く同じ編み方なので、このタブ付きの履き口の編み方だけを説明します。なので、このフットの部分の編み方を知りたい方は概要欄に動画を貼っておくのと、あとこちらの文章パターンも販売しているので、履き口から下はプリーツタックソックスのヒールフラップから編み始めて、こちらのねアンクル丈のソックスが完成します。で、どのサイズ、3サイズね、一応前回のね、靴下は紹介してるんですけど、どのサイズでも編み方は一緒なので、同じように編んでいただいて、ぜひぜひね、タブ付きの履き口をね、作ってみてください。で、今回私が作ったこの靴下は、レギアの4プライの、このつぶつぶのね、キャンディーカラーの 50g 一玉と、あと履き口にね、こちらのネオカラーのね、オパール系統を使用しました。色を変えるとね、ポイントになって可愛いかなとも思うし、まあ全部ね、同じ色の系統で、もちろんね、編んでもいけるので、お好きなようにね、アレンジしてみてください。それでは編んでいきます。2.5mm80cm の輪針を使用して、マジックループで編んでいきます。で、まず、フットの部分の靴下の編み方が、前回の動画で、サイズ1が56目、サイズ2が60目、サイズ3が64目っていう3サイズでね、作っていったので、自分が作りたいサイズのね、目数で、まず作り目をしていきます。私はサイズ1がちょうどいいので、サイズ1の56目、まず作り目をしていきます。で、自分の好きなサイズの目数が作れたら、この目をね、半分に分けます。半分のところからコードを出して、で、両側の目を、針の方に戻していきます。で、これをひっくり返して、で、糸玉側のね、糸が上の方に来るように針を持ったら、上の方の針を引っ張ります。で、コードを出してきて、まず4周表編みを編んでいきます。作り目から数えたら全部で5段。この今編んでいる目を合わせて4周分ぐるぐる表編みを編んでいってください。はい、4周表編みを繰り返してきたら、次の周でタブを作っていきます。で、タブはかかと側に作るので、まず甲側の方、編み始めの方の針の目を全部表編みで編んでいきます。はい。で、甲側の半分が編めたら、次はかかと側、タブを作っていきます。まず、最後の2目を残したところまで表編みを編んでいってください。は
い、最後ね2目残したところまで表編みをしてきたら、次からねジャーマンショートローという引き返し編みでタブを作っていきます。まず2目残したところまで編めたら裏に返して、で裏から見た一番最初の目、この指にかかっている糸を前の方に倒して、でこの一番最初の目を右の針に移します。移したらこの今指にかかっている糸を針の後ろの方に回して、したらこんな感じでね一目が2目に見えるように見た目が変わるので、こんな感じでダブル目をねまず一つ作ります。で続きはそのまま裏編みで、裏から編む段も端っこの2目を残したところまで裏編みを編んでいってください。はい、で2目残したところまで裏編みを続けてきたら表に返します。でまたダブル目を作るんですけど、この指にかかっている糸を手前に倒して右の針に1目目を移します。でそのまま指にかかっている糸を右の針の後ろに回して、でこの回した糸はね結構引っ張り目できつめに編んだ方が引き返し編みが綺麗に見えるので、きつめに引っ張って、で表編みで、次の表編みはダブル目の手前まで、さっき作ったねダブル目の手前まで表編みを繰り返していってください。でダブル目の手前まで表編みを繰り返して、この次がダブル目ですね、ここまで編んだらまた裏に返して、で一番最初の目をダブル目にしていきます。で裏編みで、次の裏編みの段もダブル目の手前まで裏編みを続けて編んでいってください。はい、ダブル目のね手前まで裏編みを編んだら表に返して、でまた次の一目目をダブル目にしていきます。糸を手前に倒して一目目を右の針に移して糸を裏に回す、でまた次も、ダブル目の手前まで表編みです。でこの作業をこの両端のダブル目が3つずつになるまで繰り返していきます。はい、で左側に3つのダブル目で、右側のダブル目の3つ目を作ったら、続けて表編みを次のダブル目の手前まで編んでいきます。はい、でダブル目の手前まで表編みを編んできたら、このダブル目と普通の表編みの間にマーカーを入れます。で次このダブル目3目を段消ししながら表編みしていきます。でこの2目のようにねなっている目を、左上2目一度編むような要領で一気にね針を表編みを編む方向で入れて、で表編みで、次の目も同じように2目一気に針を入れて表編み、2目一気に針を入れて表編み、これで3目段消しができました。できたら次の1目を表編みして、
して裏に返して最初の1目をダブル目にしていきます。で反対側のダブル目の手前まで裏編みを続けて編んでいってください。はい、でこっち側、反対側のダブル目の手前まで裏編みを編んできたら、マーカーを右の針に入れて、で、このダブル目も段消ししていきます。普通に裏編みを編むようにね、左上2目一度を編むように、右から針を入れて、裏編み。あと残り2目も同じように。裏編みの左上に目一度編むように裏編みを編んでいきます。で段消しができたら次の一目裏編みを編んで、で表に返します。で一目目はダブル目、で2個目のマーカーのところまで表編みを繰り返し編んでいきます。はい、で次のね2個目のマーカーのところまで表編みを繰り返してきたらマーカーを外して、で次の目を1目表編みしたら裏に返して、で一目目はダブル目を作ります。でダブル目を作ったら裏編み、次のマーカーまで裏編みを繰り返します。でマーカーまでね裏編みを繰り返してきたらマーカーを外して、で次の1目裏編みを編みます。で1目裏編みが編めたら表に返す。で1目目はダブル目を作ります。で表編みを編んでいって、ダブル目の手前まで表編みを編んでいってください。はい、で次のねダブル目の手前まで表編みを編んできたら、次のダブル目を段消しします。左上2目一度の要領で表編みを1目で編んだら、次の目は表編み1目編んで裏に返します。で最初の目はダブル目を作って、でまた裏編みを編んでいくんですけど、次のダブル目までですね裏編みを繰り返し編んでいってください。はい、でダブル目の手前まで裏編みを編んできたら次のダブル目を段消し、で次の目裏編みを1目編みます。編んだら表に返して、でまた1目目はダブル目を作って、で次のダブル目まで表編み。でダブル目の手前まで表編みを編んできたら次の目を段消しして、で次表編み1目で裏に返して、で1目目はダブル目を作ります。
で次のダブル目まで裏編みを繰り返します。はい、でダブル目の手前まで裏編みを編んできたらダブル目を段消しして、で裏編み1目で表に返して、で最後のダブル目を作ります。でそしたら右と左に2個ずつねダブル目がある状態になります。この状態になったら今ねかかと側だけ往復編みで編んできたんですけど、この休めていた甲側の方の目もね編んでいって、また輪に戻していきます。で最後のダブル目を作ったら、まずダブル目の手前まで表編みで編んでいってください。はい、でダブル目の手前まで表編みを編んできたら、2つダブル目が並んでいるのでこの2個のねダブル目を段消ししていきます。で最後ね1目残っているのでこれを表編み。で編めたら再び輪に戻るので甲側の目を次は編んでいきます。甲側の方の針に目を戻していって、で甲側の目を全部表編みで編んでいきます。で甲側の目が全部表編みで編んでこれたら、次はかかと側、かかと側の方に移動して、で最初の1目は普通に表編み、で次の2目ダブル目になっているのでこれをね段消ししていきます。さっきまでと同じようにね段消しして、でかかと側の目全部表編みで残りは編んでいきます。はい、これでねタブの部分が編めました。そしたら、残り4周ですね。甲側もかかと側も輪にしてね、残り4周表編みをぐるぐる編んでいってください。はい、でタブを編んだ後ね、さらに4周表編みを編んできたら、この今編んできた編み地を内側に半分に折ります。こんな感じでね内側に半分に折ったら、作り目を拾い目していって編み地をダブルにしていきます。なのでまず一番最初に拾う目がこのね最初の糸端が出ている次の次の目、ちょっとね大きくなっている最初の作り目の部分ですね、ここを裏から見て右の針を手前から入れて、で
目がねじれないように左の針に移します。で、移したらこの2目を左上2目一度の要領で表編み、こんな感じでね、1目ずつ一番最初の作り目の部分の この部分ですね、ここを一個ずつ拾いながら、なので今拾った目の次を次は拾ってねじれないように左の針にかけて、で左上2目一度、これを繰り返すとね、編み地が二重になってダブルの編み地になるので、次はこれ拾って左の針にかけて左上2目一度、これを一目ずつ繰り返していって、で最後の目までね、これは繰り返していきます。でこんな感じでね、作り目と一緒に次の目を2目一度で編んでいって、編み地をダブルにしてきました。はい、これでね、タブ付きの履き口の完成です。ここから先は動画も文章パターンも両方ともヒールフラップの部分から編み始めて、この部分ですね、ここから編み始めてどんどん編んでいって、つま先まで編んで、そしたらね、完成です。で今回のね、このタブの部分の引き返し編みが、編みためていく引き返し編みと編み進めてねいく引き返し編みの2種類使っているので、まあ若干ややこしいかもしれないんですけど、結構ね綺麗なラインに仕上がるのでね、ぜひぜひ試しに編んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。